はいどうも、村屋です。本日も食べ歩きで三宮の方を歩き回っております。美味しいお店必死に探してまいります。古屋行ってまいります。本日はこちらのお店に行ってみたいと思います。なんかいい感じです。入ってみます。テーブル席とカウンターがあり、メニューもいろいろありますよ。何を頼もうかな。まあ私はいつも通りですけれども、そうです、ハイボールです。皆さんご存知のハイボール。よいしょ、これがいい。そしてあてはゆでたて枝豆、これは最高。まずね、肩慣らしということで枝豆から、うん、なかなかねいい感じです。お店もねできたばっかりなんでね、活気があってとってもいい雰囲気ですよ。お客さんもたくさん来てました。人が映らないようにするのはとても難しいです。うん、うまい枝豆最高。食べまくってやるぞ。うん、そして焼きイカ頼みました。このままねマヨネーズつけていただく。うまい、なかなかいいよね。最高です。歯ごたえとマヨネーズね、風味と、これはたまりません。そしてハイボールを飲む、これがお約束。うん、あ、レモンも絞っておこうかな。こんな感じ。はい、無駄にしないようにハイボールにも入れる。これがいい。うん、うまい。さあ、このままイカも食べてみる。レモンの酸味がまたこれがいい。うん、美味しいよね。止まりません、お酒が。そしてお次は銀杏、これもうまそうだ。食べ過ぎには注意。でもやめられないんですよね。ホクホクでね、美味しいですよね。茶蒸しね、頼んでね、銀杏入ってないと寂しいですよね。このね、塩味がね、いいんです。美味しいんです。パクパクいっちゃってます。止まりません。やめられません。どうしよう。でもうまいからいい。さあ、おでんか。いいよね。おでん頼もうかな。厚揚げ、こちらを頼みました。薬味がね、なんか味噌、これが味噌で、からしと、そして、これは柚子胡椒。それぞれね、
楽しんでいただけると。さあ早速食べてみようかな。何から行こうかな。さあからしから、からしをつけていただき、熱々で最高。ハイボールにも合う、これがいい。今回はね、いろいろ食べ過ぎたんでね、本当だったら卵とかもおでん頼みたかったんですけど、我慢しました。食べ過ぎてます。食べ過ぎ注意。そして今回は柚子胡椒、これをつけていただきます。切れてない、どうだ、出た、柚子胡椒、いただきます。うん、これもなかなかおつですね。安心して食べれますよね。優しい味です。お出汁も美味しいんですよね。おでんはお出汁が命です。やっぱりからしをつけちゃいます。からし大好き、はい、細かく切っていただき、うん、だしも飲みます。ね、これからの季節ね、どんどんおでんが美味しい季節になっていきますね。まあまだ暑いから半袖ですけども、いただきます。うん、口いっぱい頬張りすぎました。でもマシ、お出汁も飲み干します。とっても美味しかった、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、寄り道食堂酒場様、いかがでしたでしょうか。とってもね、あの堪能に新しくできたお店で、フレッシュなお店でした。店員さんもね、とてもフレッシュな方ばかり、料理もとてもね、美味しいものでした。まあ、これからきっとね、どんどんメニューの方もね、増えていくんで、次回行った時はまた新しいメニューを楽しみにできるかなと思います。本当にね、あのいいお店なんでね、活気のあるいいお店でした。三宮駅からね、もう本当に歩いて阪急だと1分、JR だとまあ3分ぐらいかな。歩くところにもう高架下、もうこの上はね高架下になってますので、あの来ていただいたらもうすぐ分かると思います。こちらのこう大形でねなってますんで、あの来ていただいて美味しくたくさん飲んでね、美味しいものもたくさん食べていただけたらなと思います。まあ、今日はねもっと食べたかったんですけども、もうすでにね4軒回ってるんで、これ以上はちょっと難しいなと思いまして、まああの少なくなってしまったんですけども、次回ねまた来た時にはもっといろいろたくさん食べてみたいと思います。それではまた次回の動画よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。